はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は、サーチュレーションというのを少し紹介します。サーチュレーションというのはですね、真空管などで、少しノイズを出して、あったかみを加えるとかいうような道具です。ノイズというととってもなんか悪いもののように思うんですけれども、最終の何とも言えないアナログ感を出すために使ったりしています。ギターのね、音をさらにアナログチックに良くするために、いいサーチュレーションがありました。プリアンプサーチュレーション、これをですね、少し使ってみたいと思います。まずはノーマルの音から聞いてもらいます。はい、これでもね十分いい音なんですけれども、これを今右の端の方でこれバイパスかけてあります。これを途中で解除します。初めのところだけは少し、元のままで、バイパスを外しますので聞いてみてください。はい、入れます。切ります。今度はいろんなパターンをやっていきます。なしです。入れます。今はホワイトというバージョンです。ヴィンテージ。次はプリセンスというモードをかけてみます。今バイパスです。入れます。これはとってもナチュラルですね。次はローファイ。これは高音と低音をちょっとカットします。中域が出ます。次はブラウン。バイパスします。もう一回入れます。はい、今日はですね、サーチュレーションというのを試してみました。あんまりわからんなという方もおられるかもわかりませんが、こんな微妙なところで、音作りっていうのはやっています。この微妙な音のためにこうやっていろんなプラグインを試してみたりして、
少しでも良くなるように音を作っています。はい、村長でした。